私の名前は伊集院茂雄。醜い欲にまみれ、罪なき人を踏みにじる外道を打つ拷問ソムリエだ。私が背負った業が呼び寄せるのだろう。どうぞおかけください。はい、失礼します。この事務所を訪れる者は胸の奥に黒い感情を抱く者だ。今回の依頼者は額に大きな傷があった。そちゃですが、どうぞ。ありがとうございます。この手の震えと動き、脳に何かしらの障害を抱えている。ではご用件を伺いましょう。その時依頼者が見せたのは恨みを噛み砕く鬼の形相。私の妻子を殺し、挙句に私の仲間たちまで惨殺した悪魔とその飼い主を地獄へ送っていただきたい。それが言葉より雄弁に煮えたぎる怒りを語っている。吉野と名乗った依頼者には長年連れ添った妻と年頃の娘がいた。お父さん、来月大学の卒業式だからこれ試着してるの。おお、いい着物だな、べっぴんだ。いいでしょ。まさに愛してやまない家族。ほら、お願いしちゃいな。卒業式の後、回らないお寿司食べたい。彼は温かい家庭を築いていたそうだ。二人はなかなか子宝に恵まれなかった。パパ、パパって言った。由美子がパパって言ったぞ。由美子さんはやっと授かった一人娘だった。しかし彼の宝物は唐突に砕け散る。ただいま、誰もいないのか。依頼者が短期出張から帰ってきた時、夜だというのに明かりもついていなかった。なんだ、どうなっている。依頼者は背筋に何とも言えぬ悪感が走る。その時彼の頭にあるニュースがよぎった。殺害されたのは梅津美穂さんで、宅には何者かが侵入した跡があり。うちの近くだ。それは出張先で報じられていた自宅近くの殺人事件。どういうことだ。まさかと思って部屋に駆け込んだ彼を待っていたのは、まさに地獄のような光景だった。ユミコ、ユミコ、なんだこれは。幸せの舞台だったはずのリビングは血で真っ赤に染まっていたのだ。鉄錆と生臭さが辺りを包む。気が狂いそうだった。その手に伝わる体温から二人がこと切れていることは明らかだった。そこから先のことは彼もあまり覚えていないそうだ。吉野さんでしょうか。気がついた時には警察が家に来ていたという。そして伝えられたのは心をえぐるような真実。申し上げにくいのですが、奥様たちには暴行を受けた跡があります。そんな。さらには親子ともども身を汚されたというのだから、彼の受けた衝撃は計り知れないだろう。女性を怪我して殺害する。その手口は近隣で起こった連続殺人と同じ。ユキコ、ユミコ、俺はこれからどうしたらいい。依頼者は覚めない悪夢の中にいるようだった。依頼者宅の監視カメラに犯人は映っていた。彼はそれを即座に警察に提出した。そうして酒に溺れる生活を送っていた彼は。あなた方もそうなんですか。居酒屋で二人の男と出会う。私たちもあなたと同じあの事件の被害者です。誰でも酒に逃げたくなるが、こうもうまく集まるとはね。梅津に前島と名乗った二人は依頼者と同じく家族を殺されていた。聞けば前島の奥さんは。玲子、なんだこれは。苦悶の表情を顔に貼り付け、浴槽で溺死していたという。そして梅津の妻も無残な最後を遂げていた。細い紐で首を絞められていた。その日依頼者たちは通院した。犯人をこの手でぶち殺してよ。ええ、早く捕まってほしいですね。監視カメラの映像がある、すぐに捕まるさ。傷の舐め合いだと分かっていても、誰もが飲むことをやめられなかった。ほどなくして連続殺人の犯人が捕まったとテレビ報道された。しかし依頼者が犯人を見て感じたのは。ちょっと待て、あの犯人はこんなに肩幅が狭かったか。強烈な違和感だった。依頼者たちは映像を解析した。もっと拡大してみますね。捕まったやつは茶髪なのに、こいつは金髪じゃねえか。あとこいつの方が明らかに体格はいい。エンジニアの前島の協力で確信を得た3人は警察へ向かった。しかし警察は彼らの訴えに耳を傾けなかった。あの男が犯人なのは間違いありません。しかし証拠で渡した動画の男と全然違うでしょうが。緻密な調査の結果です。警察を信用できないと踏んだ依頼者たちは独自に調べを始めることにした。
探偵や交友関係のつて、そしてネットに至るまで。この男性の所在を調べるんですね。お願いします。この男を見かけたら連絡くれ。いいっすよ、梅津さんの頼みだし。奴が犯罪者だとすれば、顔を出すのはアングラのはずだ。依頼者たちを突き動かすのは怒りと執念、まさにあらゆる手を使った。そしてネットを探っていた前島がある情報を持ってきた。地下闘技場だ。ええ、竜王町に実在するらしいです。それが今回の件と何の関係があるんだ？これを見てください。そう問う依頼者に前島が出したのは一枚の写真だった。そこには一人の男が写っていた。こいつ、防犯カメラに写っていたやつに似てるな。はい、闘技場の看板選手らしいです。名前はレオナルド・シマダだとか。これは調べるべきかもな。彼らはこの写真を手がかりに調査を始めることにした。そして依頼者たちはある情報屋にたどり着いた。その闘技場に入れてやる。実際に本人を見てみるか。無論それは望むところだった。ぜひ入れてくれ、細かいところを肉眼で見たい。依頼者たちは確認の後、監視カメラと再度照合するつもりだった。移動に関しては専用の車に乗せられた。まるで護送車だ。外が全く見えない。闘技場の場所を外部に漏らさないためのレギュレーションだと説明された。そして闘技場に着くと同時に、これが罠だと知る。バカが、かぎ回ってんじゃねえよ。今日はおめえらが主役で。あの情報屋は回し者だったのだ。そして武器で脅され、無理やり金網の中に蹴り込まれた。行ってこい、いい見せ物になるよ。なんで俺たちがリングの中に入れられんだ。まさか。そのリングに入ってきたのは、俺をかぎ回っていたネズミども。地獄へようこそ。レオと呼ばれた男だった。その男と目が合った時、なんだこの獣のような男は。依頼者は経験したことのない圧を感じた。この金網を見ていた客は、さあ見せてくれ、救いようのないストーリーよ。たった5人の初老の男たち。レオに怯えていた依頼者たちだったが、それも奴の言葉で吹き飛んだ。おいおい、ビビんなよ。てめえらの女をやった俺に会いたかったんだろ。なぜならそれは奴が犯人だと認めるものだったからだ。その瞬間、よくも俺の家族を。依頼者の中で何かが切れる音がした。うるせえクソジジイ。しかし怒りの拳はレオに届くことはなかった。残る二人も襲いかかったが、相手は現役格闘家。クソデブが顎を砕いてやるよ。個人の実力差がありすぎた。オタク野郎が、そんなんだから女が満足しねえんだよ。二人もまたレオに顔面を破壊された。家族を殺された男が殴り殺されるなんて最高の賞じゃないか。たった一発の膝蹴りで顔面を破壊した後、肘をぶっ壊してやるよ。俺は関節技の天才なんだ。奴は腕十字で前島の肘をありえない方向に折り曲げた。さらに奴は依頼者に強烈なパウンドを落とす。よえな、仇が目の前だってのによ。死ね死ね死ね。レオの本性はゲスな快楽殺人者。あれはお前の娘か。ずっと助けを求めてたな。パパパパってよ。頭が沸騰するかと思うほどの怒り。うわー、くそー、殺される。しかし彼に反撃の術はなかった。だが意識が途切れる直前で、ヤシノから離れろ、腐ったれ。うん、梅津が後ろから飛びかかる。しかし次の瞬間、膝十字が決まる。鬱陶しいなデブ、膝を折り曲げてやる。梅津は膝靭帯を完全に切られてしまった。吉野、あんたがここから逃げろ。あ、なんだって。五体満足な君の方が確率が高い。半ば強引に前島は、さあ逃げろ、そして俺たちの恨みを晴らしてくれ。おお、金網の前で依頼者を肩車した。その時、後ろから断末魔が聞こえてきた。そんなに大好きなら女の元に送ってやるよ。彼らが見たのは、頸椎を破壊される梅津の無残な最後だった。その姿を見た依頼者は迷いを捨てた。行け、行ってくれ吉野さん。分かった。
頭部へのダメージからか歪む視界の中、彼は金網を脱出した。そいつを殺せ、絶対に逃がすな。直後、リングから前島の断末魔が響く。死ねよクソオタクが。逃がすな。すまん前島さん、梅津さん。依頼者は団長の思いで悪夢の会場から逃げ出す。依頼者は闇雲に通路を走ると、あの中に逃げ込めば、荷物搬入らしきトラックを見つけた。一か八か、依頼者はそのトラックの荷台に飛び込んだ。まさに奇跡と言ってよかった。どこ行ったやめろ、逃がすな、ぶち殺せ。直後、配送スタッフがトラックの扉を閉めたのだ。その後、隙を見てトラックを抜け出した依頼者は急激に頭が痛くなり、ゴミ置き場に倒れ込んだ。そこに一人のホステスが通りかかる。あなた、ひどい顔、病院に連れて行ってあげる。そしてその後、事情を知った彼女が、ひどい目に遭ったのね、なら復讐を請け負ってくれる本物の鬼を教えてあげる。私のことを紹介してくれたという。全てを話し終えると、彼はブルブル震えながら私に土下座をした。お願いします、伊集院さん、どうかあの獣に地獄を見せてください。吉野さん、その声にこもるのは自分の力が及ばない無念と犯人への焼けつくような憎悪だ。その時、依頼者の表に鬼が宿る。あいつは妻と娘を怪我し殺しやがったんだ。前島さんも梅津さんも何一つ悪いことをしていない。なんでみんなあんな外道の玩具になるんだ。ふざけるな。それは愛する妻子を、そして仲間の思いを背負った男の魂を切る叫びだった。この嘆き、この怒りを救い上げることこそが私の使命。わかりました、あなたの胸必ずや晴らしてみせましょう。毎日悪夢の中にいるかのようなんです。彼の声を無視して拷問ソムリエを名乗れるわけがない。優越のために人の家族を踏みにじり、残された者たちの嘆きを嘲笑う薄汚い関節技自慢が、なら、この伊集院が貴様の全ての関節を逆に曲げてやろう。貴様の居場所などこの世にはない。楽に死ねると思うなよ。依頼者が帰った後、私は情報屋と連絡を取った。今回の下手人はレオナルド・シマダ、違法地下格闘場のトップ選手ってところだな。典型的なお山の大将か。少数の富裕層に向けて最悪の殺人ショーを行っている。奴は無類の女好きに加えて殺人狂だ。殺しは最高だ、一枚そうだ。奴はその欲望を生死を問わない闘技場で発散する。そして儲けた金は全て美女たちにぶつけていた。今夜は寝かせねえよ。優しくしてね。事件が起きた時、闘技場が改修工事で機能が止まっていた。やらせろやらせろ。金を使い切る奴は殺人衝動も性欲も解消できなかった。そして奴は衝動的に事件を起こす。その間に溜まった欲望を満たすためだけに。ありがとよ、じゃあそろそろ死んでくれ。助けてパパ。レオナルドは3軒もの家に押し入り、凄惨な殺人を犯したのだ。警察が替え玉を受け入れたのは、ヒルタリさん、もみ消しあざーす。地下闘技場のパトロンに政治家ヒルタニがいたからだ。で、今回の事件で死んだ奴の旦那どもが俺を嗅ぎ回っています。そいつらリングで公開処刑って企画どうすか。面白い、やっぱりお前は天才だ。金は出す、ぜひやってくれ。ヒルタニもまた悪趣味なゲスだった。奴の次の試合は来週だよ。闘技場への侵入ルートが書いてあるから行ってみたらどうだい。それは面白い、感謝する。外道が、貴様が生きれるのもあと数日だ。そして当日、レオナルドは地下闘技場のリングに立っていた。俺は最強なんだ。今日も殺しでテンション上げて、あとは女とお楽しみだ。より残酷な地獄絵図をマットに描き出す。奴はそう考えて舌なめずりをしていた。そしてそこには、今日も興奮させてくれよレオナルド。殺人の瞬間が見たいという悪趣味な人間が数名。だが、対戦相手として現れたマスクマン。
これが地下闘技場か。ゲストもの欲望で鼻が曲がりそうだ。その中身はこの私だ。実は試合前、相手の控え室に私は入った。この試合、私と変わってくれないか。はい、わかりました。全然勝てる気がしない。そして私は対戦相手の衣装を拝借した。殺されるかもしれないのだからいいだろう。それを知らない奴はゴングと同時に、行くぜ、関節を砕ける音を今日も聞かせてくれよ。獲物を見つけたかのように襲いかかってくる。素人には通用するだろうが、この私に通じるわけがない。なんだそのパンチは。ほらよ、見事なほどにお山の大将だ。たった一発で奴の鼻がひしゃげた。うわ、なんてパンチだ。これで現役格闘家とは聞いて呆れる。立てゲス、貴様は関節技が得意だそうだな。私とやってみるか。それを聞いた奴が私に飛びかかる。やめるな、俺は関節王だぞ。なんだ、右手を取ってほしいのか。なら肘関節を壊そう。まずは右肘だ。私が次に狙ったのは足だ。次はアキレス腱を切っておこう。命の取り合いなのだろう。2箇所壊れたくらいで情けない。私がわざわざマスクをつけて戦った理由。他のみんなは両膝破壊しました。でもお前はそれくらいじゃ済まないぞ。それは客席のゲストも油断させ、フィルタニを確保するためだ。抵抗する力を奪った後、私はマスクを外した。なんだお前は、一体誰なんだ。私の顔を見たレオナルドは声を震わせる。てめえの骨を全部折って地獄に送る拷問屋だよ。私はレオナルドへいつもの問いを投げかける。貴様は己の獣欲を満たすために罪もない女性たちに地獄を味合わせたな。そして正当な裁きを望む遺族までも手にかけた。それを申し訳ないと思わんのか。その質問に対し奴が吐き出したのは憤怒と憎悪の声だった。あの女たちのことか。そんなくだらねえ理由で俺の舞台を台無しにしたのかよ。ここに比べたら死んだブスどもなんざゴミ以下だ。俺はここのスターなんだ。そこに含まれているのは自己愛とエゴという抱きすべきものだ。お前が弱いから台無しなんだろうが、もう一本の足も壊しておいてやる。これで奴の両足が砕けた。下道の手足は全部へし折って当然だ。私は脇固めでさらに奴の肩と肘を破壊した。獅子を砕かれた奴は芋虫のようになった。痛い。どうしたスター、自分の舞台で張ってどうする。私にタップなど通じない。被害者の怒りを、恨みを、悲しみを貴様に刻みつける。今回私はこの場でこの男を殴り殺す。ふんどうした。地下闘技場、ここがお前の舞台なんだろう。この男の歪んだ自尊心を根幹から粉々にするためだ。ルカワ君もヒルタニの両手足を容赦なく破壊していた。これはお前が事件をもみ消した被害者たちの恨みです。ルカワ君も随分手際が良くなってきた。するとレオが口を開いた。悪かった、助けてください、僕は弱いです。両手両足が砕け、腫れて目も塞がっている。よほどの恐怖なのだろう。しかし我々の返答は決まっている。拷問こそ私の舞台なんだ。それに比べればお前の命などゴミ以下なんだよ。さあ殴り続けてやるから、たっぷり苦しんで死んでくれ。奴らに今日を生きる資格はないのだから。それから長時間殴り続けた結果、吐砂物を撒き散らして奴らは死んだ。ルカー君、殺さず長く殴り続けるのも難しいものだな。いえ、奴らはものすごく絶望していました。ルカワ君に両膝を砕かれた客も警察には駆け込め、放っておこう。こうして今回の依頼は終わった。吉野さん、あなたの悪夢は終わりました。
どうかこれから少しずつでも人生を前に進めてください。私にできることは依頼者が再び自らの足で歩き出すのを祈ることだけだ。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。